与田線と駅前マルシェの未来へ出発進行。6月3日松野町の JR 松丸駅で行われたのは、無電駅から汽車に乗って、ここまで来ました。こんだけ、人が集まってくるとは、思いませんでしたね。いいですね。JR 予土線の駅前を会場に月に一度行われる、その名も予土線駅前マルシェ。今人口減少とかでなかなかその予土線地域がですね、地域の活性化がなかなかできてない中で、なんとかそのにぎわいをですね、作り出して、皆さんの地域を元気にしたい。マルシェを運営するのは駅の周辺に住む地域の人たちです。遡ること3時間前、松丸駅のマルシェの実行委員長を務める新貝和也さん。普段は松野町でかき氷店を営んでいる新貝さん、この日はマルシェの準備に大忙しです。ジュースもなしで、ジュースはもうアルコールだけにしようや。ちょっとずつ、どうしよう、売らないかん。新貝さんも所属する地元の商工会では定期的に駅前のスペースを利用して軽トラ市などのイベントを開催してきました。いつも県外からいろいろ呼んできてたんですけど、松野におる人を中心にやっぱ人にこうフォーカスを当ててやりたいなと思ったんで、やっぱり人と人とがつながることによって、その人の良さとかファンが増えていくことで、予土線を使ってまた利用促進もされると思うんで。予土線の利用促進へ、新貝さんのプランは。あんまり昼やってもいかんかなって、夕方にしました。あ、それは時間帯、そうですね、本数の多い時間帯ってことで設定した。はい、昼間は何もないもんね。で飲んだらやっぱり電車で帰るしかなくなってくるんで、普段は午前中から行うことの多い駅前イベント、今回は予土線の便数の多い夕方にスタート。アルコールを提供することで JR での来客を促そうという計画です。午後4時、移住してきたピザ屋さんのところも大人気で、今日一番売っとるじゃないですか。ありがとうございます。初開催の駅前マルシェはたくさんのお客さんで大盛況。その中にはネットで見て、でちょっと電車がちになって、景色が良くて、やっぱ残してほしいかなと。電車の待ち時間があるんで、それまでは結構時間あるんで存分行けますね。すごい明るくてちょっとびっくりしました。伊予灘物語で電車使ったことがあって、景色とかもすごい綺麗だったので、そんな景色を楽しみながらまた来て楽しみたいなと思います。予土線の利用促進へ上々のスタートとなった駅前マルシェ。人をつなぐものっていう役割やと思うんで、やっぱり電車の中でいろいろ話しながらとか情報交換しながら、こういうイベントに来てもらって、あそこ良かったよとか、あの店主さん面白かったよっていうので、その人にフォーカスをして、人にファンができていったらいいなと思ってます。北宇和島駅から高知県の和解駅のおよそ76キロを結ぶ JR 予土線。利用者は年々減少し、1キロあたり1日平均何人を輸送したかを示す輸送密度は、おととし民営化以降最低を記録。地方公共交通の再編に向けた関連法が成立したことを受け、路線を維持するかどうかの議論が今後進められることになっています。ほとんどしない、10回かそこで。でも10回は月に1回ぐらいのあれで、車が都合がつかん時だけね。通学の手段がなくなってしまうので、とても困ると思います。
自然がとても豊かなので窓を見たらもう自然がとても綺麗だし、あまり人が乗っていないから逆に落ち着いて乗れます。第2回の駅前マルシェの会場である近永駅にほど近い北宇和高校、全校生徒238人のうち半数以上が予土線を利用していて、生徒たちにとって路線廃止は死活問題です。先月19日、終わった駅前マルシェに向けて梅かき氷の試作をやってます。マルシェを盛り上げようと一役買って出た北宇和高校の生徒たち。学校の寮の庭で採れた梅のシロップを使ってかき氷店を出店することになり、その準備が進められていました。いただきます。うん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 、あ、梅すごい、甘いだけじゃなくてちゃんと酸味がある。味は上々、でも問題が色がないけん映えない。確かに、そう、それも思った。と宇都宮さん、何やら思いついたようです。あ、うまっ。北宇和高校でいちごジャムとか作ってるんですけど、それを僕が買ってたのでつけてみたらすごい美味しかったんで、マルシェでもしようかなって、してみようかなって。授業で作ったいちごジャムをトッピング、マルシェでのヒットを狙う梅かき氷が形になってきました。盛り上がっていろんな人が来て僕らのかき氷で涼んでもらえればいいと思います。そして迎えたマルシェ当日。結構にぎやかですね。思ってた以上にちょっと盛り上がってる感じが。現在寮生活を送っている宇都宮さん、去年は予土線を使って通学していました。西予市宇和町なんですけど、北宇和島駅から乗り換え、予土線に乗り換えて近永まで来させてもらってました。時間で言ったら1時間ぐらいなんですけど、乗り換えを一つでもミスったらもう次3時間後とか5時間後とかぐらいになったりするんで、すごいそこは大変でした。これがなかったら来れなかったんで、すごい大切でずっと残ってほしいなって自分でも思います。北宇和高校ではクッキーやジャムなどの加工品も販売。生徒の半数が予土線を使って通学していると思いますので、やはりそれにかける思いっても違うと思いますので、そちらの力を、若い力を、このマルシェの方で出していただけたらなと思います。マルシェの開幕を告げる北宇和高校吹奏楽部の演奏、人気のキッチンカーも出店した近永マルシェ、北宇和高校の生徒が手掛けた加工品も上々の売れ行きです。かき氷どうですか？すごい食べやすい、美味しい。美味しい。ペロッと宇都宮さんの自信作梅かき氷はこの日120杯が売れました。予想以上にお客さんが来てもらって、僕らの活動とかを知ってもらったり、よく見てくれる機会ができたなって思います。もっともっと盛り上げて、もっと規模を大きくして、いろんな人に予土線の魅力を知ってもらう機会ができ機会ができたらなって思います。企画した県によると、これまで2回のマルシェには合わせて3000人が来場。このうち予土線を利用したのはおよそ1割だったということです。路線の存続へ、沿線住民が盛り上げる予土線駅前マルシェ、次回は今月13日、宇和島市美馬町の JR 伊予宮ノ下駅で行われます。